はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、世田谷ベース特注トミカ UD トラックスクオン JCR ライブツアートラックです。はい、しっかり見ていきます。このトミカはテレビ番組でおなじみの所ジョージさんの世田谷ベースの特注トミカだね。車種は UD トラックスクオンです。で、正面から見るとこんな感じだね。で、この部分に世田谷エアフォースのロゴが入ってるね。06番だね。で、ルーフの部分を見るとこの部分にもしっかりプリントされてるね。で、側面を見るとこんな感じだね。 JCR ジャムクラッカーレコードってプリントされてあるね。ライブツアートラックだよね。で、ここにもプリントがされてます。で、後ろの方はこんな感じだね。エアフォースのロゴがあって、ジャムクラッカーレコードのロゴだね。で、運転席側の側面はこんな感じです。助手席側と同じデザインだね。で、ルーフのところはこんな感じだね。で、この部分には所さんの名前が書いてあるね。で、ボディカラーは運転席部分がグレーの艶消しのマットな感じになってます。で、荷台のこの部分は樹脂素材のシルバーです。で、タイヤは特にサスペンションはついてないです。で、裏の部分は日産ディーゼルクオンナンバー31番の2005年の車種になってます。で、このジャムクラッカーレコードっていうのは所ジョージさんのレコードレーベルなんだね。 JCR のライブツアートラックバージョンってことだね。で、箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。 JCR ライブツアートラックバージョンだね。で、ここに世田谷エアフォースのロゴだね。ナンバー06番だね。で、側面のはこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。で、この世田谷ベースの特注トミカのシリーズは全部このホワイトに見える部分がちょっとクリーム色っぽいんだね。あえてちょっとレトロ感を出してるっていう感じかな。で、箱の方もこうやって開けてみるとやっぱり細かいところまでしっかりこだわって作られてます。はい、今日は世田谷ベースの特注トミカ UD トラックスクオン JCR ライブツアートラック紹介しました。で、今回の特注トミカも全体的にマットなカラーリングですごく質感がいいね。このままインテリアの一部で飾っててもなんか違和感ないね。で、このトミカは発売当初に世田谷ベースのオンラインショップで買ったね。でも今は完全に完売状態だから、これから手に入れようとしたらオークションとかで見ないといけないかな。ヤフオクだとだいたい1500円弱ぐらいで取引されてました。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。